ワールドカップ前、日本代表が世界最強オールブラックス15を迎えてのその2連戦の2戦目でした。舞台は熊本県熊本市の笑顔健康スタジアムで行われました。まずこのオールブラックス15、流れるような攻撃からトライを奪います。13番のプロクター。ただその後日本代表すぐに反撃開始。1週間前の試合ではノートライだった日本ですが、松島幸太郎がそのトライでなんとかその点差を縮めていきます。前半は29対13、オールブラックス15リード。そして後半に入りますと、もちろんこのオールブラックス15も強さを見せるんですが、日本も反撃していきます。このオールブラックス15、14番のラム、その後このプロクター。プロクターは今日1日で4本のトライを決めました。日本代表はこの後選手交代を行いながら流れをつかみ始めていきます。そして後半の14分、最後は11番、新戦力のマシレワ。マシレワが日本代表ジャージーを着ての初トライ。ウイング争いでも大きなアピールを見せます。そしてその直後、再びマシレワ。マシレワ連続トライ。最後はこのオールブラックスに追いつくことはできませんでしたが、日本代表41対27、ワールドカップに向けて課題とそして収穫を手にした今日の一戦でした。それでは日本代表の松島選手にお話を伺います。お疲れ様でした。ありがとうございます。まず、試合を終えた直後の今心境、手応えとしてはいかがでしたか。ミスが多くて80分間、やっぱそういうのが続くと、トライ取れるべきところで取れなかったりっていうのが続いてたんで、やっぱそういうところのスキルの差、ニュージーランド15はフェーズを重ねることができても自分たちはそれができなかったんで、やっぱそういうところの我慢のできてなかったところが良くなかったかなと思います。ただ第1戦の課題としてトライを取り切るという部分では、まず早速松島選手が決めましたね。そうですね、本当、先週の試合不甲斐なかったんで、今日も本当に気合を入れて試合出場することを決めてたので、はい。それから4年前はウイングとしてその活躍を見せました。今回はこの日本代表で15番フルバックというポジション、このあたりに関してはご自身はどういうふうに今感じていらっしゃいますか。そうですね、フルバックも、10番のようなスキルが必要なので、やっぱりいかに自分の周りを生かすことをしたり、その生かす中で自分でどこで勝負をするかというところの判断が求められると思うので、そこを今日は少しは見せれたかなと思います。さあ来週はワールドカップの前哨戦ともいえるサモア戦控えてますね。そうですね、フィジカルが強い相手なので、そこの自分たちが今までやってきたフィジカル、タックルの部分で先に前に出るという意識を持ってやってきたなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてマシレワ選手にお話を伺います。まずは2トライ見せましたね。Yeah, definitely happy to get over the try line today. But the work has been done on the inside. Space open up. It was just our job as outside backs to scan for the opportunity. トライを取れたんですけど、インサイドの選手たちがみんな仕事をしてくれたおかげで、僕はアウトサイドでボールをもらってトライライン越えることができました。ただ日本代表としてもトライをしっかりと最後まで取る、このあたりは課題の中で今日それを一つ見せましたもんね。Yeah, I think we come into this second game, we wanted to play more Japan rugby, which is attacking rugby, and that's what we wanted to do. And that's coming out in the second half, I thought that's what we did pretty well. Japan rugby のアタッキングラグビーがこの試合、特に後半でそれが見せれたんじゃないかなと思います。ぜひ次も素晴らしいパフォーマンス期待しています。Looking forward to a great performance in the next game. ありがとうございます。Thank you very much. ありがとうございます。続いて流れ選手にお話を伺います。途中からの出場でしたけども、改めて時間帯からいかがでしたか。
まあ、ちょっと点数離れ出していたんでどうにかエナジーをチームに加えてこう、まあ、来てもらってるお客さんに何か伝えられる試合にしたいと思ったので特に声を出して引っ張りました。実際にこう見ていてもあの時間帯からその日本代表としての流れが明らかに変わったかなと思うんですがやっていてどうでしたか。まあ、誰かが火をつけないといけない状態だったので僕がその火をつける役をやったらみんなついてきてくれたんで、まあ、特にフォワードが前に出てくれたんでそのおかげだと思います。今回のチームはいわゆるオールブラックスにいつ呼ばれてもおかしくないというそんな選手たちの集まりでしたけども改めてそのやってみての感触というのはいかがでしたか。いや、まあ、強いチームでした。まあ、本当に一つの軽いミスをしてしまうと一気にトライを取ってくるようなチームなので本当にいい勉強になりましたし、まあ、桜のジャージを着た以上勝たないといけなかったんですけどそれができなくて残念です。代表としても大事な試合が続きます。次の3戦目に向けてお願いします。まあ、先を見ずにもう次のサモア戦だけに集中して次から本当の意味でのテストマッチになるので絶対に勝てるようにいい準備したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。